はいどうも、長坂レモンです。本日はですね、まあここ最近はいろんな方々がやっている次のパイレキシア完全なる統一の、注目カード10選ということで、やっていこうかなと思います。はい、で10選なんですけどね、他の方々はランキング形式で話してるんですが、私はねそういうランキング形式にするのすごい苦手で、いやでもね、いろんな注目してるカードの中から10個にやっとこさね、絞ったので、はい、今回は、毎度の恒例10選ということでやっていこうかなと思います。はい、では、早速ね、色順に見ていこうかなと思います。はい、というわけで1枚目こちらになります。ババーン、ディハンダニスクレルブですね。はい、1マナ11レジェンダリーアーティファクトクリーチャーファイレクシアンダニということでね、ダニですか。はい、まず毒性1っていうので、まあ毒性1は、相手にダメージ通すと、その毒性分1だったら1分の、まあ毒カウンター乗せますよっていう効果と、これはブロックできないのと、これがファイマナタップ起動ですね。ファイマナタップ起動で色1個選んで、あなたがコントロールしていて超えないクリーチャー1体対象としてターン終了まで、それは毒性1と、その色からの呪文と、それと、その色のカードがブロックされないよう得ますよっていう、まあとんでもないことが書いてあるカードですね。はい、まあこのカードスタンダードではもちろん強いですね。白タンの毒性デッキみたいなことができるぐらいには強そうかなっていう印象はありました。適当に白タンで積んでるだけでも相当強そうな印象はありますかね。で、まあ下環境の話とかもすると、ルーンマザーって言ってルーンの母ですかね、自分のクリーチャー一体に対してプロテクションでしたかな、プロテクションの、まあ、選んだ色みたいなやつがいるんですけど、それに近いことができる、まあライフに点払うとはいえそういうことができますよっていうカードになります。はい、かつね、下環境の場合、ウーザスサーガーから持ってこれる、まあ、ルーンマザーということで、まあ、今、下環境の方が注目度は高いのかな？はい。だと思います。安いうちに買っておくのがいいかなっていう気がしますね。最終的になんか、普通に、まあ、1000円ぐらい、2000はいかないかなとは思うぐらいではありますけど、それぐらい好きそうなカードかなと思います。スタンダードでももちろん強くて、例えばエーデリンをね、ブロックされなくて殴ってきたら、おいおいおい終わったわみたいなことが起こったりとかもする。まあ1マナ11の、バリューとしては非常に強力。まあ部族を使わない。例えば今だと人間とかよりは白タンだと兵士かな？兵士みたいなことをしない。まあサリアとエーデリンと、あとはまあ3マナ33警戒の正義の番人でしょ？ん？番人？まあなんかそんな感じのやつを使った、そういう白タンを組むのであれば全然入ると思いますし、まあ毒性絡みのデッキでも使うと思いますので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン、スクレルブの巣ですね。2マナエンチャントで、あなたのアップキープ開始にあなたは1点ライフを失って毒性1と、このクリーチャーではブロックできない持つ無色の、無色だよな、うん、無色の11ファイレクシャンダニアーティファクトクリーチャートークンという、まあ、なんと名前が長いんだというね、やつを1個生成するのと、堕落ですね。堕落は今回のキーワードで、対戦相手がね、3個以上毒カウンターを持ってると、まあ、これの追加効果として、自分の毒性持ちのクリーチャーすべてが反抗を得ますよってことで。はい。巷では白いニガバナって言われてるカードですね。はい。ただ、まあ、個人的な話をするのであれば、ニガバナほどは絶対強くないです。あれはなんか飛んでることだったりとか、ブロックできることとかも強いところではあるので、ニガバナほど強くはないんですけど、まあ、ニガバナほど強くないだけで別に弱いカードでもなんでもなく、このカードなんですね。対コントロール性能異常で、例えば、適当にコントロールミラーしました。白絡んでます。2ターン目置きました。勝ちです。レベルです。はい。本当にそのレベル。で、勝てるカードだと思います。特にコントロールミラーがこれで終わるかなぐらいですかね。エスパーミッドレンジだったりとか、あとはまあ、白絡みのデッキに対して対コントロールのカードとして突っ込むだけでも、まあ簡単にゲームに勝てるんじゃないかなっていうぐらいには強いカードになってくるのかなと思います。で、ただ、対アグロにおいては、このブロックできないトークンっていうのが多分そんな強くないです。はい。そんな強くないのと、まあやっぱりこの、毎ターン1点ペイっていうのが結構重いと思うので、はい。なので、個人的には、まあ、ニガバナほどは強くないかな。そうですね。ニガバナほどは多分強くないんですけど、まあ、それでも強力なカードではあるかなと思います。はい。で、まあ、いろんなね、カード横並びだったりとか、トークンを無限に生成する手段でもありますので、ライフ管理だけは気をつけましょうね。というわけで。はい。続きまして、こちらのカードになります。ババーン。はい。実験的占いですね。はい。まあ、2マナインスタントで、ライブラリのトップの上から3枚見て、1枚手札に加えて、残りをライブラリの下に望む順番で戻すのと、増殖を行う。です。
ついに良きっていうカードがあるんですけど、良きっていう、まあ、あの2マナでね3枚見て1枚手札に加えて残りボトムでしたっけね、みたいなカードに、なんか増殖というね謎の一文が追加されました。はい、増殖っていうのは望む数のねパーマネントのプレイヤー選んで、それが持ってるカウンターを1個増やしますよっていう効果になります。プラス1カウンターを増やすだけじゃなくて、例えばプレインゾーカーの中精度カウンター、あとは相手の毒カウンターとね結構増やせる幅が大きいですね。はい、増やせる幅が大きいのと、これ古文なんでねパウパーとかでも使うことができるっていうのは強力なポイントなのかなと思います。で、これのおかげで、プレインゾーカー絡みのデッキは結構強化が入ったかなっていう印象はありますかね。例えばまあテフェリーだったりとか、あとはまあホーローのプラスカウンター、まあバント絡みで組んでもいいと思いますし、エスパーとかで組んでもいいと思います。そんな感じでプレインゾーカー絡みのデッキっていうののドロス枠として、採用しながらなぜか増殖ができるっていうのは非常に強力なのかなと思います。はい、で、実はなんですけど2マナのソーサリーで、増殖を行ってワンドローっていうカードが実はありました。ありましたが弱かったんですよね。弱かったらしいんですよね。うん、まあ私もなんか、存在自体は知ってるんですけど、はい、弱かったらしいというのを、なんか、急にバグらせてきたなという印象はあるので、はい。個人的な話をしていいなら、まあちょっと前にね、プレインズウォーカーの評価みたいなことしたと思うんです。で、そのプレインズウォーカーの評価なんですけど、増殖がこんな簡単に配られると思ってなかった時の評価なので、はい。実はですね、ちょっといろんなやつの評価を変えなきゃいけなくなってきた可能性があるぐらいにはこのカード強いので、はい、まあぜひともね使ってみてほしいかなと思います。古文ですからね。はい、というわけで続きましてこちらのカードになります。ババーン。はい、反撃まみれですね。名前がもう嫌。うん、2マナソーサリーで、クリーチャー1体対象として短所でマイナー4マイナー4修正と増殖を行うです。はい、このカード相当すごいですね。はい、まあ2マナでマイナ4マイナ4修正っていうと黒黒の2マナのやつで、何でしたっけ、闇の掌握でしたっけ、みたいなやつがインスタント版のマイナ4マイナ4があったんですけど、それがですねただソーサリになるだけで色シンボルが軽くなるわ増殖を行うわと、とんでもないことを始めましたね。はい、まあ特に相性がいいのはベリアナになるかなと思います。はい、例えばまあ3ターン目ねサラチの状態からベリアナプラスから入るとまあ4じゃないですか。そこで短期マイルで使うとベリアナプラス合わせ6なんですよね。でその次に奥義までも到達できるってことで、ベリアナがすごい強化されたんじゃないかなっていう印象がありますかね。はい、また毒関係とも相性が良くて、毒ってやっぱり相手に与えたいで、相手に与えるとはいえ盤面には触んないカードが多いんですよ毒カウンターって。そこを盤面に触りながら増殖を行うっていう点においても毒カウンター絡みのデッキでも使えますし、まあ黒絡んだまあ普通のフレンズデッキ、まあフレンズウォーカー絡みのデッキだったりとかでも使えますし、まあ他で言うとねギックスの残虐とかだったりとか、その辺のカウンターの入れ替えだったりとか、そういう面白いことができたりと非常に強力な一枚かなと思います。で、その手のやつだってね大体中精度プラスするけど何もしないよ盤面触んないよねっていうのが弱かったところなので、このカードはね盤面ちゃんと触りながら増殖をするっていう面においてマジでプレインズウォーカーとの相性が破格なので、はい、まあ最近は減ってますけどベリアナが復権したりとか、あとはまあそういうのがあるのかなっていう印象はあります。うん、なのでまあぜひとも使ってみたいカードの1枚かなって思います。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン。流翼の滑空者ですね。5マナの装備品で、まあ、ミラディンのためにっていう新しいキーワード能力、まあ、出た時に22の、まあ、レベルクリーチャートークンにくっつけますよっていう効果と、装備してるクリーチャー22修正を受けて飛行と速攻を持つ、装備5ということで、はい、いわゆる5マナ44ドラゴン飛行速攻のドラゴン枠っていう考えでいいのかなと思います。はい、まあ歴代ね、いろんな5マナ44飛行速攻っていたと思うんですけど、まあさすがに黄金化とかね、あとはまあグローリーブリンガーみたいな、そんなまあ最強レベルとはいかないんですけど、このカードも相当強いと思います。はい、ね、まあ歴代ね5マナ44飛行速攻って普通に環境で使えたレベルのカードですし、このカードの強みってまあそのグローリーブリンガーだったりとか、まあ黄金化のドラゴンと違って死んでも装備品が残ることになるかなと思います。で、
かつ、まあ、今の環境は柵枠バンバン飛んでくる環境ではあるんですけど、まあ、そこに対してもね、一応22のトークンを残せるっていう面においては非常に強いですし、まあ、そもそもね、この装備品コストが重いだけで、修正時と、まあ、飛行速攻で結構破格でして、まあ、速攻が必要かどうかはちょっと怪しいですけどね。うん、まあ、怪しいんですが、まあ、それでも修正時とかが結構破格で、まあ、なんとかして装備コストを踏み倒す、ダニサだったりとか、まあ、あと他にもね、コスト軽減、装備品のコスト軽減みたいな、そういうやつだったりとか、そういうのと合わせてあげることによって、このカード相当化けるカードの一枚なのかなと思います。確か、団結の富成屋かな。団結の富成屋に、装備品の起動コストを1にする、みたいな、カードもあったりとかしたと思うので、はい。まあ、そういうのも合わせて使ってあげると、まあ、急にね、とんでもないことを始める可能性とかもあったりとかして、非常に面白いカードになってくると思うので、はい、これ結構環境で使われる、いい一枚になってくるかなと思います。なんか途中からね、鏡合いの偶話からのトークンが、なんか、飛行速攻を44で宝物作りながら殴ってくることもあり得ると思うので、はい。私は、なんかそういうのは非常に不愉快な気持ちがありますかね。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン。向上した精霊信者ニッサですね。はい。7マナの、3マナミドミドファイファイ。7コス、中性の初級ストが7の、プラス1で、XX のファイレクシアホラークリーチャートークン1体生成で、X はその、まあ、こいつの、中性度に等しい。マイナス1でアーチワクトやエンチャントの1、1つを対象として破壊。で、マイナス7で、追放だっけ破壊だっけまあ、どっちでもいいや。で、マイナス7。ターン終了にあなたがコントロールしている全てのクリーチャーはあなたがコントロールしている森1つにつき1とトランプルを得る。です。はい。このカードなんですけど、私がね、事前のプレインズウォーカー評価でも紹介したカードの1枚になります。はい。非常に強力なプレインズウォーカーですかね。まあ、ちょっとだけね、ルールとしての、注意点が一つあって、まずプラス能力。プラス能力って、このカードがね、出た段階で XX が決まっているので、例えば、出た後にこいつの中性度が変化しても、XX のトークンの、その X の修正値って変わりません。例えば、まあ、これ最速で出たとしたら、5マナのファイファイで2マナ、まあ、4点ライフペイして、初期修正3で出ると思うんですけど、そこでプラス1で、効果使うと44のトークンが出ます。で、その後にニッサがね、まあ、なんかの効果で中性度が下がったとしても44のトークンは残りますよってことだけ覚えておいてほしいかなと思います。はい。で、このカード何が強いかっていうお話をするんですけど、まず現環境、アーティファクト、エンチャントめちゃくちゃいっぱいあります。破壊対象に困んないですね。で、まず、プラス能力なんですが、プレインズウォーカーの中で、プラス能力で出てくるサイズが一番でかいんじゃないかなと思います。はい。まあ、プラスで44が出るだけでも結構でかい。まあ、多分それと張れるのって、まあ、中性0で死んだらね、ガラクの中性度上げれる、まあ、エルデインのガラクぐらいしかないと思うんですけど、そのレベルになってくるかなと思います。で、かつね、こいつって、まあ、プラスね、連打するだけでももちろん強いんですけど、マイナス7の扇も結構破格でして、まあ、このカードね、適当にぶっ破するだけで、そのまま、ゲームに勝ってくるっていう形。まあ、似たようなところで言うと、まあ、皇帝のベヒモスですか、そのあたりに近い形のカードになってくるのかなと思います。中盤の戦線維持っていうのと、終盤のフィニッシャー両方とも叶えれる、まあ、とんでもない、すごいカードになってくるかなと思います。はい。置物デッキとかに対してもね、まあ、マイナス1への、除去だったりとかもめちゃくちゃ強いですし、まあ、適当にプラス打ってるだけで、膠着盤面はひっくり返るぐらい強いトークンがいっぱい出るのと、最後にゲームに勝てるよっていう扇もあったりとかして、このカード相当強い1枚になってくるかなと思います。まあ、唯一の懸念点で言うと、フェスティバル、まあ、収穫者の、収穫祭の襲撃か。で、まあ、出てこないってことだけはちょっとね、デメリットではありますけど、まあ、それでもしっかりマナためてね、出してあげるだけでも非常に強力だと思いますので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン。沈黙を破るもの、スラーンですね。はい、どうやら再録カードらしいです。はい、5マナ55のレジェンダリークリーチャートロールシャーマンで、これは打ち消されないトランプル。これは対戦相手がコントロールしている緑でない呪文や、対戦相手がコントロールしていて緑ではない発生からの、能力の対象にならない。あなたのターンの間、これは破壊不能を持つ。です。どうやら、再録じゃないな。どうやら昔いたカードですかね。のリメイク版になるらしいです。はい。個人的にはあんま知らないんですけどね。4マナ44、打ち消されない。で、再生持ちだったかな。
似たような対象に足りない能力があってだったと思います。はい。で、まあこのカードのルール上の注意としては、無色のカードも緑じゃないから受けません。で、似た、緑からの呪言みたいな、そういう緑じゃないカードからの呪言みたいなカードもないので、例えば緑の、2色からのやつには、刺さります。はい。なので、例えばね、緑じゃないカードからの呪言だったら、緑の2色でも他の色が入ってるからダメだよって言われますけど、こういうの場合は緑さえ入ってれば何でも、除去できます。はい。これだけ覚えておいてほしいかなと思います。そして、書いてあることすごいですね。まず、全体除去を持っていないアゾコンは死んでくれと。はい。なるほど。単品除去引きませんね、このカード。放浪も引きませんね。放浪でブロックもできませんね、と。まあ、まずは死んでくれという話。で、さらに、このカード偉いところが一つあって、それが、パワーが5以上なんですよ。で、パワー5以上って今の環境何が強いかっていう話をすると、シェオルドレッドに対してめちゃくちゃ強いんですね、このカード。はい。まあ、たとえ相手にシェオルがいようと殴ることができる。まあ、格闘しに行ってもいいですし、何でもすることができると。まあ、強いですね、このカードは。はい。まあ、緑絡みのデッキのサイドボード、対コントロール絡みのデッキに対して入ることも結構多いでしょうし、なんならメインから採用しても全然強いカードの1枚かなと思います。はい。まあ、めちゃくちゃ強い。まあ、書いてあることとんでもないこと書いてあるんで、はい。まあ、とんでもないカードなんでね、ぜひとも使ってみたいかなと思います。ちなみになんかフレーバー的にもなんか沈黙を破るものっていうのが、とてもいいらしい。うん。私は元のカードよくわかんないのでわかんないですけど、なんかそういうストーリー詳しい方々がこの沈黙を破るものっていうのが非常にいいらしいので、気になった方はね、ぜひともストーリーの方もご覧ください。はい。続きましてこちらのカードになります。ババーン。グリッサ・サンスレイヤーですね。これもさっきのスラーンと同じように、スラーンと同じように昔あったカードのリメイク。らしいですね。はい。なんか、太陽を探すもの、サンシーカーからサンスレイヤーになったとか言ってね。まあ、そういうのが好きな人たちが、なんか、アビ共感してた記憶がありますが、はい。3マナゴルガリカラーの33、ファイレクシアンゾンビエルフというね、まあ、とんでもない、ところ書いてあって、先制摂取と、プレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびに以下から1つ選ぶ。ワンドローを 1点ペイか、エンチャント対象として破壊か、パーマネント1つから、カウンター3個と、最大3個取り除くということで、はい。このカードの評価として適切なのは、探索する獣が、速攻と警戒がなくなった代わりに、先制攻撃を得た上で、ダメージを通すとワンドローがエンチャント破壊ができるようになった。が、正解です。はい。いやー、とんでもないカードですね。少なくとも、まあ、戦闘においてはこのカードに勝てるカードがほぼ存在しないレベルかなと思います。まあ、たとえシェアルにブロックされようが関係なく、まあ、こっちが先制摂取で一方取れますし、ブロッカーとして立ってるだけで向こうから殴れませんからね。そのレベルには非常に強力なカードかなと思います。かつ、エンチャント破壊っていうのも、今の環境ね、鏡合いの偶話だったりとか、まあ、婚礼発表みたいなところもありますし、まあ、他にもね、結構エンチャントとして割れるカードが多いっていうところも非常に強力ですし、パーマネントからね、カウンター最大3個ということで、プレインズウォーカーの中精度カウンター、だったりとか、まあ、今回多分ね、多めになってくる油カウンター、増殖カード出てくるプラス1カウンターみたいな、そういうところを簡単に取ることができるんですね。はい。かつ、増殖って、カウンターがあるところは増やせるんですけど、ないところから0から1にすることはできないので、しっかりとカウンター取ることができるっていうのは非常に強力なカードになってくると思います。はい。なんかね、探索する獣がこんなことになったって言ったらとんでもないことになってますからね。はい。このカードはね、ジャンドとかでも全然強いのかな。ジャンド絡みで組んでもめちゃくちゃ強いと思いますし、まあ黒緑とかでも組んでも強いと思います。本当にこのカードはね、とんでもないことを始めてくるんで、しかもね、エンチャント破壊しなくても、まあパーマネントがね、カウンター取らなくても、このカード別にね、殴ってればドローできますからね。はい。そんなとんでもないカードなんで、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。初動多分結構安めで、終盤になってくるとどんどん上がってくるタイプだと思うんで、早めの覚悟がいいんじゃないかなと思います。はい。続きましてこちらのカードになります。ババーン。迷宮小橋、ミグロスくんですね。3マナ44ファイレクシャンビースト。で、これは油カウンターが5個置かれた状態で戦場に出る。で、1コストと、これの上から油カウンター1個取り除くと、これは警戒と威嚇を得る。2コストで、これから、油カウンター2個取り除くと、22修正。3コストと、これから油カウンター3個取り除くと、まあ、置物破壊ですね。ということで、とんでもないカード来ましたね、このカードも。はい。
少なくとも3マナ44が持ってていい効果ではなくて、まあ適当にね、次のターンから66警戒威迫で殴るのも全然強いと思いますし、まあ置物破壊もできますと。やばいですね、このカードは。はい。まあ使われるデッキとしてはグルールだったりとかジャンドだったりとかにはなると思うんですけど、素のスペックが結構いかれてるカードの1枚だと思ってて、例えば、まあ置物破壊ってこれインスタントとかでも使えちゃうんですよ。なんで適当にね3マナ44で殴りながら、まあどっかのタイミングでね3コス起動がかかるとはいえ置物も破壊できると。で、まあ何もしなかったらね66としてライフレースとかもめちゃくちゃ強かったりとか、非常に強力なカードの1枚かなと思います。はい。まあさっきのねグリッサグリッササンスレイヤーとかと合わせて、まあそういうジャンドのまあ強いカードを詰め合わせましたみたいなデッキ組んでもいいと思いますし、まあ普通にね適当に赤緑にぶち込んでおくだけでも非常に強力なカードだと思うので、はい、このカードはねすごいですよ。とんでもカードだと思うので、なんかね思ったより評価高くなさそうなんで早めの、書く方がいいのかなと思います。めちゃくちゃ強いと思うんで、このカード私の一押しの一枚かなと思います。はい、続きましてこちらのカードになります。ババーン、航路と前線の剣、通称赤緑剣ですね。3コストの装備品で、装備してるクリーチャーは22修正を受けて、プロテクション赤と緑を持ちますっていうのと、装備してるクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えると、ライバルの上からカード2枚追放して、このターンあなたは選ばれそのそれらのカードをプレイしても良いのと、このターンあなたは追加で土地を1つプレイしても良いということになりますと。とんでもないカード来ましたね。はい、非常に強力なカードの1枚かなと思います。はい、なんでかっていう話をするんですけど、このカードってやってることって壁境への脱出なんですよ。で、壁境への脱出って禁止カードになっちゃったんですね。まあ4ドローしたからっていうのもあるんですが、そのレベルには強いカードで、で、この手のやつって殴った時に何もできないことが多いんですが、まあ緑を絡んでるカードということで、緑絡んでるから緑のね効果も入ってるカードということで、なんか土地を置けるんですよね。なので追加のセットランド権があることと、追加で2枚トップを追放してそれを使うことができるってことで、このカードやってること2ドロープラス土地追加セットランドなんで、とんでもないことを始める1枚かなと思います。はい、まあミッドレンジ絡みに、まあ4枚入るカードではないんですけどね、ミッドレンジ絡みに1枚ぐらいサイドかメインかどっちかに1枚ぐらい積んどくだけでもゲームを簡単に決めきるだけの性能はあるかなって思います。はい、まあグーワのねゴブリントークンがこれくっつけて44で殴ってきたら私は発狂する自信があるので、はい、まあ個人的にはね非常に強力な1枚かなと思います。コントロールがまあさっきのね スクレイブの巣みたいなところからこれをくっつけてぶん殴ってくるだけでも、もうリソースゲーできないぐらいにはとんでもないカードだと思いますので、はい、なのでまあ対コントロールっていう面においたおいてだったりとか、まあそれ以外の面においても非常に強力なカードかなと思います。まあ強いて言えば錯覚が今環境的にというか次の環境めちゃくちゃ強そうな環境ではあるんですけど、まあそれでも非常に強力な一枚になってくれるのかなと思います。はい、本日最後のカードの紹介になります。ババーン、ミレックスですね。はい、まあ土地なんですけど無色を加えること、これは好きな色のマナ1点を加える、これはこれが出たターンにしか起動できないよっていうの、あ、言わしないよっていうのと、まあ3コス起動で、毒性石とこれではブロックできない持つファイレクシャンクリーチャーアーティファクトダニクリーチャートークンを生成しますということで、これはすごいですね。はい、前職版アーデンベールと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあブロックできないことは気になりはしますけど、このカードね対コントロール性能とんでもなくて、対コントロールお互い打ち消し合戦し合ってる時にこれ起動してるだけで多分勝つ、そんなレベルのカードの1枚かなと思います。はい、しかも偉いのってこれ置いたターンはちゃんと5色ランドにはなるんですよ。はい、5色ランドにはなるということで、まあ例えばね青黒絡みでそういう毒カウンターばらまきたいようだったりとか、まあ色だったとしてもね、こういうミシュラン入れたい、ミシュランみたいな、まあトークン出すようなカード入れたいんだけど、まあ使いづらい、例えばレジェンダリーデッキみたいなところに入れておくと、一応2ターン目の動きとしてね、2色のカード出しながら、まあ次のターン以降からしっかりとね、そういう、まあトークン出しながらっていう動きもできたりと、非常に強力な1枚かなと思います。特にコントロールミラーだったりとか、そういう毒カウンター使うデッキでは必須になってくると思いますし、まあこのカードのおかげで勝つ試合っていうのは結構多いかなっていう印象はありますかね。はい、なので個人的にはこのカードは相当強いと思います。まあ CG で弱点を挙げるとすればブロックできないっていうことなんですけど、まあブロックはね他のカードに任せてこいつは殴ってればいいので、
はい、まあ、しっかり殴るデッキに入れてあげるのがいいのかなと思います。はい、というわけで全10種のカード見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ個人的なおすすめとしてはこんな感じかなと思います。今回はいつもよりなんか低レアリティのカードが多い印象がありますけど、本当ですかね。まあ2枚ぐらいか。まあってことで、今回コモンとかも相当強くて、特に増殖絡みですかね。増殖絡みのコモンあたりが非常に強力、コモンコモンとかが非常に強力なので、まあその辺も非常に、いい感じのカードになってくるのかなと思います。はい、そしてね、今回緑絡みのカード結構パワフルなカードいっぱい追加されました。赤緑だったりとか、緑単色、ゴルガリカラー、黒緑だったりとかね、その辺に結構いいカードいっぱい追加されてるので、そこら辺使って遊んであげるのもいいのかなって思います。で、個人的な感想なんですけど、グリシスミットはちょっと落ち目になるかな。まあ環境ティア1からティア2ぐらいにはちょっと落ちるのかなっていう印象あります。まああの結局的にね、あの最終的なあれとしては戻ってくる可能性は全然あるんですけど、それでもちょっと落ちるかなっていう印象はありますかね。はい、逆にエスパーとかはね、スクレルムの巣だったりとか、その辺の対コントロール性能みたいなところが取れた、今まで対アグロとかは結構強くて、まああの戦いやすいデッキ ではあったんですけど、そこに対してね、対コントロールの性能を得たとかで、まあ非常に強力なカードになってきたかなと思います。はい、まあ非常に面白い環境だと思いますし、まあ、私もね、今回から紙とかでもね遊んでいこうかなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。